今あれですよね、今チャレンジしてるのがありましてね、あの笑い飯さんの漫才を一人で二役やるという、うん、そうね、哲夫さんむちゃくちゃ似てたんですよ。ありがとうございます。西田さん全然似てない。だからその哲夫さんの漫才を成立させるためだけの相方みたいな感じの役回りにちょっと西田さんがなってた感があったんで、うん、うわこれどうする、あげるってなったんですけど、ちょっと一回せっかく出す時にはやっぱりちょっとすごいって思わせたんで一回ちょっとなしでしたよね、うん、西田さんの場合なんか思ってるイメージの声と実際聞く声が全然ちゃうねんな、うん、あまあまあまあそれはあるもんね、そのできそうなやつとできへんやつっていうのがあるもんな、それは。うん、ちょっと西田さんの時は西田さんの声は金光の声でやって、うん、で哲夫さんは哲夫さんで、うん、ちょっと今その鳥人の下りちょっとだけできる、西田さんのツッコミは金光の声でいいから、だってご本人の許可もらったやろ。もらった。これすごいことですよ。哲夫さん、笑い飯さんがあんな大事にしてるネタですよ、うん、M1 の時の鳥人って一世を風靡したあのネタを金メスが許可取りに行って意外とね、皆さんすぐおいでって言ってくれたの、哲夫さん何で言ってくれたの、全部やってよ、ボンボやってよ。そうって言ってはった、言ってはった。ちょっと30秒ぐらい立っていただいて、それをせっかくですから、で西田さんの声は普通の声でいいから、ちょっとこれ予告編ということで、ここにこれにあの西田さんの声が完成するとだいぶちょっとまたあのね、あの誰もやったことないとこなんで、ね、あえてほんまに普通の声でいくわ、だから、うん、分かりました、うん、はい、一人二役漫才笑い飯さん編でございます、よろしくお願いします。いや、あどうも笑い飯です。あどうもお願いします。あの俺らが小さい時にな、あの近所でな、あの鳥売ってる、ひよこ売ってるようなとこってなかった？ああ、あったあった。ああいうところでな、あのお父ちゃんにな、あのひよこ買うてや言うて、まあお父ちゃんなかなかあのひよこ買うてくれへんかったよね。まあな、ああいう生き物はなかなか買わしてくれへんかったからな。まあ、 そこで俺考えたんやけどね、あの鳥好きの子供にはね、あの鳥人いうのが見えたらええのにな思ってね。なんやそれ、あの鳥人いうてやな、あの首から下はあの人間、あの人あの人間なんやけどね、あの頭が鳥になったね。ほんで身なりはタキシードでやね、あの英国紳士みたいなやっちゃね。そんな子供の前で出てきて大丈夫なんかみたいな感じですね。あーいやー、この予告編は見たくなるんじゃないですか。あそこの金光のところがどこまで寄せれるか、どこまでが西田さんになるかっていうところですよね、うん。